俺歯医者本当に苦手でさ、うん、やだよね、やだ。18年ぐらい行ってないの歯医者。行った方がいいって。行った方がいいよね。俺自分思ってんの、ね、行った方がいいってずっと。じゃあ一緒に行こう、ね、一緒に行くか。いや、それがいい。隣で手伝おう。そうしたらそれが一番いいわ。それなら行けるわ多分。山ちゃんも一緒に来て。はい、それいやいやいや、山ちゃんも一緒に。それ行ってるから。いやいや足りない。いやだ、いやだ。なんで手繋いでやんなきゃいけないんだ。この真ん中に来て。やだよ。それがいいわ。一番心強いから。確かにそうだね。山ちゃん心強いから。いいわ。言いたかったら手挙げてくださいって時、あ、こうやってなっちゃう。ボクシングでチャンピオンの時ね、レファリーが腕を上げるやつね。いやでもそんぐらい、なんかこう、なんかでいかないとできないんだよね。怖いし。そうね。なんかそういうサブスクとかあったらなんかやっちゃうかもしれない。何じゃもう最初ね。その毎月これも行くみたいな。だからあれってさ、毎回さ、その歯医者行って、次予約しますかしませんかみたいなチョイス与えられるじゃん。じゃなくても、払う。クレジットカードのもう申し込みすんの。で、毎月も落とされるの。その医療分を。それなら行かなきゃ。戻っとんなきゃってなる。そう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 。今の歯医者ってどんなんなの？でもね、変わんない？いや、めっちゃ痛くないよ。痛くないんだ。めっちゃ施設にも新しいし、上の針とかもめっちゃ細いし、うん、めちゃめちゃ最新の麻酔みたいなのとかもあるし、すごいよ。俺らが昔行ってた頃とはやっぱ進化してると思う、めっちゃ。あ、ほんと。そうなんだ。なんか変な蛇口から水で出るやつない？紙コップに入ってくるやつ。俺がちっちゃい頃って歯医者なんか変な蛇口から水がビューって出てて、うん、こうやって口をすすぐみたいな。コップは置いてあるし。いや、俺のとこはね、コップじゃなかった。違かった。変な蛇口から水が出てた。この向きでこう水が出てて、ここら辺に口を入れてこうすすいで、ダイレクトなんだ。ダイレクトだった。それがもう苦手で。もそれはいいでしょ。それはもうないから。紙コップ、紙コップだな。どうも。あとプッソプシュってなるやつ、あれで歯茎、うん、乾くのがもう、ああ、それだよ。いや、もう全部だよ。変な感じ。全体の思い出としてあんまりいい思い出じゃないからさ、苦手なんだけど。楽しいじゃん、あれ。じゃあ行きなよ。楽しいんだ。